ルイス・カルロスのボネットは、ポルトガル・ポボアデ・バルジン出身のサッカー選手。スポルティング・クルーベでポルトガル所属。ポジションは DF。ポルトガル株リーグに所属する地元のクラブ、バルジン SC の下部組織で育ち、2007年にトップチームデビュー。2011年7月に一部の CD ナショナルに移籍すると、1年目から結果を残して、名門 FC ポルトやイングランドの アーセナル FC からも注目される存在に、2012年夏にイタリアの AC、シエーナへ加入した。2013年2月1日、ロシアのゼニトサンクトペテルブルクへ600万ユーロで移籍。2019年3月11日、7月にスポルティングクルーベでポルトガルに加入し、3年契約を結ぶことが発表された。U-21 ポルトガル代表の選出経験が、 ある。2012年10月、FIFA ワールドカップ、欧州予選のロシア代表戦、北アイルランド代表で A 代表に初招集されたが、出場機会はなかった。2013年2月6日に、ギマランイスで行われたエクアドル代表との、親善試合代表初出場を果たした。ありがとうございます。